発動1個したんですよ。爆発だね。3点決めて、まあ3点決めたやつ、まあ俺しかいなかったんで、それでもうその日の夜に契約書渡されて、契約したいからということで、このままそこでサインっていう感じでした。はい、こんにちは。こんにちは。本日のゲストはマレーシアからめぐみりゅうたろう選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年は会ってないね。去年長かったけどね。そうですね。今年はもう移動しちゃってて。じゃあ久しぶりにっていうことで、じゃあお茶飲みトークを開始はい。しましょうか。お願いしじます。ゃあよろしくお願いします。お願いします。なんで去年何回か会ったかっていうね、その辺のくだりのところで、まあ、いろいろ聞きたいんだけど、まずは、めぐみ選手、自己紹介をお願いします。はい、名前はめぐみりゅうたろうと言います。シンガポールリーグで3年間プレーして、その後、今現在はマレーシアリーグで、のチームでプレーしてます。まあ、小さい頃から言うと、じゃあ高校生から言うと、滝川第二高校を卒業して、その後、青山学院大学に留学して、そこでサッカー部として活動してました。そのさ、まあプロになりたいっていうのはさ、昔からやっぱ思ってたことでしょ。そうですね。で、まあ滝川の頃とか、ではい。滝川の頃から、その国外とかアジアとかそういう意識あった？いや、全くないですね。もう自分は完全に日本で J リーグでやりたいっていう気持ちでずっといたので、まさか自分が今、東南アジアでサッカーしてるっていうのはもう想像してなかったです。大学でまあやるじゃない4年間ね。で、まあ、大学サッカーからプロ行くって、その基本的には声がかかったり、もしくはトライアウトに行ったりとかあるでしょ。そうですね。どのタイミングぐらいで、だからシンガポールかありじゃないとか、あそこ行くかっていう、そういうこう気づいたっていうか意識しだしたの。意識しだしたのは、僕卒業してから1年社会人チームで活動して、まあその当時でも、まあ、J リーグから練習参加も話とかも少なかったんで、で、だんだん冬になってくると、こう、J リーグも市場が閉まってくるそうだよ状況。ね。まあ、そのタイミングで、もうシンガポールのチームが、トライアウトするっていうことだったんで、その情報を聞きつけて、まあ、面白そうだなっていうのもあったし、あとは、まあ、海外に出ることで何かしら成長できるなっていう気持ちもあったんで、前向き。そうです。それで、まあ、トライしてみようかなと思って、トライアウトに参加してっていう感じですね。それが、だから3年前、4年前とかの、11月、12月とか、そんな感じ？12月最初ぐらいですかね。そこから2週間のトライアウトで、そこから契約が決まったっていう流れです。まあ、冬じゃんね。で、もう暑いシンガポール来て、初アジアトライアウト、どんな感じだったの、そこ。まあ、飛行機でシンガポールに着いたのが朝6時ぐらいで、そこから朝8時のトレーニングに参加するみたいな、もマジか、えぐいな。コンディションとか関係ない的な感じだったんで、そこから、まあでも1週、まあ3日ぐらいしたらもう大体自分は結構飛行機も慣れて、逆になんか寒いよりかは動きやすいなっていうのもあったんで、ああ、そう。まあ、外人枠当時何人だった？3人ですね。3人でね、シンガポールってね、少なくなってるよね。それで、そこに、こう、なんか、
何人も外人が来てたの、そのタイミングで。そうですね、いろんな国籍の選手とかが、まあ、30人、40人ぐらい集まってて、うわ、多いね。その中で、その自分が所属することになるタンピネスのはっい。ていうのを、選手も混ざってみんなでトレーニングするっていう感じで、結構な人数だよね、その週間でね。はい、でもなんか2週間ぐらいに分けてトライアウトも開催してたみたいなので、はい。合計でいくとそのぐらいかなと思います。トライアウトって、まあ、いろいろあるじゃない、練習参加するとか、もう練習試合をするとか、もしくは長い間チームと合流してるとか、どんな感じだったの、そのトライアウト、具体的に。本当にもうアップからトレーニングして、ちょっとボール回しとかして、まだもうほとんどゲーム形式のトレーニングとか、まあ、あとシュート練習とか、このシュート見たいのかなと思うんですけど、それ以外はほとんどもうゲーム形式で、まあ、ちょっとルール入れたりはしてたんですけど、まあ、練習の最後は絶対、11対11やったりとか、まあ、そういう練習がほとんどで、その紅白戦ちゃんと出場機会あった、そんな人数いてさ。その時なんですけど、おお。なんか、まあ、11対11の紅白戦あるんですけど、その時に、こうなんか、こう何日かやってると大体能力とか分かってくるじゃないですか、そのそうトだライアよウね。わかるわかる。ト。で、その、だいたいコーディジンも分かってくるんで、その中でこうなんか、11対11をやるんですけど、やっぱ余る人も出てくるんですよ。絶人対数そうが。だよね。その余るメンバーに僕も入ってたっていう。お、やばいやばい。それはじゃあ自分で感じてるわけね。あれ、こっち側にいるのはあんまよくねえぞっていうのは。もう良くないってのは分かってるし、その、外されてるメンバーももうなんか雰囲気で、あ、俺らダメだろうなみたいなのもあるし、なんか詰まわしして、なんか、やってるみたいな。でもなんか自分的には、こいつらより絶対できてるのになとか思ってたんですけど、これもなんか外されてたりしてて。で、その紅白戦で一人怪我したんですよね。で、怪我して、あ、じゃあ、外でボール回して、中では多分僕がラストチョイスだったっぽくて、あ、じゃあめぐみ入れよみたいな感じで、ここでアピールしなきゃと思って、まず最初にアピールしたのを、まあ、覚えてますね。そこ結構ターニングポイントだったかもね。そうですね。たまたま怪我して、選手が。で、なんか、その後とかで、じゃあ契約しようかみたいに。それが、なんか、練習試合が組まれてて、週の最後に。で、その前日も紅白戦やっていて、その紅白戦でまずその出来事があって、で、次の日の練習試合に、まあ、スタメンで、その来たね。時に多分ちょっとアピールできたから、こいつ見てみようかと思ったかわからないですけど、次の練習試合でスタメンで使われて、で、そこでの練習試合で、ハットトリックしたんですよ。爆発だね。3点決めて、まあ3点決めたやつは俺しかいなかったんで、それで、もうその日の夜に契約書を渡されて、契約したいからということで、このままそこでサインっていう感じでした。もうなんか絵に描いたような結果で見せつけましたパターンじゃない？そうですね、それまでの多分評価はあんま良くなかった。まあ、自分は体小さいんで、こうやっぱ外国人枠ってなるとこうでかくて、まあ速いとね。か、そういうイメージっていうか、まあ、チームもまあそういう人を探す傾向にあるかなと思うんですけど、まあ、そういう部分でも、まあ、評価が良くなかったのかなっていうのはありました。それでまあ、もともと目標としていたプロになったわけじゃない。で、当然それで契約もあって、オファーもあって、嬉しい1年目だったと思うんだけど、その時の、なんとか次のステップじゃないけど、
シンガポール一部ってやっていけばこうね、レベルとか分かってくるだろうし、じゃあここから先どうするんだっていうところで、そういうこうイメージってあった？はい。わあ、はい。ありましたね。まあ、自分は結構目標は変わってなくて、最初から。やっぱり自分リーグでやりたいっていう気持ちが、結構あったので、シンガポール1年目の時にはもう、1年で結果残して、J リーグに入ってやろうっていう。ああ、そういうストーリーだったのね。自分の思い描いてるのはそれで、でも2年目も3年目も変わらずに、J リーグでやりたいっていう気持ちをずっと持ってました。で、去年っていうか今年か、シンガポールで、同じチームですね、3年間ね。そうです。3年間一緒です。その間にタイトルは、は、最初の1年目の年でリーグ準優勝で、で、2年目が何もなしで、3年目がリーグ準優勝とカップ戦が優勝です。去年だね。そうですね。どうですか、やっぱこう3年間尻上がりにパフォーマンス自分も上がってった感じ？1年目が良かったんですけど、2年目でガクッと落ちて、まあ多分1年目が良すぎたってもあったんですけど、2年目このままいけばまあ、結構点も取れるだろうしっていう多分、おごりがちょっとあって、2年目でちょっとガクンと落ちて、3年目で1年目より良かったですね。パフォーマンス的にも、結果的にも良かったかなっていう。タンピネスチームはね、若い監督が、熱心な監督がね、去年か一昨年ぐらいにね、入ってきて、すごくこう、戦術ミーティングとか、結構時間割いたりしてるでしょ？そうですね。練習前は必ずビデオミーティングがあって、試合、なんか海外の試合の映像を見せられたりとか、それでこういうプレーはいいよねとか、みんなで共有してから練習に入るみたいな感じだったら、まあ、毎日ミーティングだったんで、まあ結構、きついとかもあったんですけど、でも、それをみんなで共有して、みんなで練習に入ろうよ、みたいな。それで、でも、これは結構チームにとってはいいことだな、とは、まあ思いながら、ミーティングに参加してるんですけど。彼ですね、ギャビン監督ですね、もうサッカーオタクのね。自分の向こうへですか？そうだよね、若いよね。若いです。いや、で、去年かな、別の企画で、めぐみ選手協力してもらって、少しコミュニケーション取ってたから、何度か試合も見たり、ちょっと会場でコミュニケーション取ったりとかね、させてもらってて。それで、この近隣諸国では、レベルがシンガポールよりも高い、マレーシアの今一部だよね。そうですね。に移籍したということで、チーム名。は、フェルダユナイテッド FC です。で、それって多分、シンガポールの一部でプレーする外国人って、まあ一つ目指すマイルストーンの一つだと思うんだけども、そこの移籍の経緯ってどんな感じだったの？夏ぐらい、去年の夏ぐらいには、去年の夏に、夏、あ、すみません、去年の9月頃に、ちょっとそのフェルダユナイテッドのチームからコンタクトがあって、突然なんですけど、で、マレーシアリーグに興味があるかみたいな感じで、まずファーストコンタクトがあって、そこから試合を見ていくよみたいなことを言われて、多分まあその前にも見てたんでしょうけど、ちょっと注目していくよっていうメッセージ一回もらって、なんか優しいアプローチだね、それね。そうですね。で、まあなんでコンタクト取ってきたかっていうと、うちのタンピネスのチーム一人、夏の移籍でそのチームに行ってて、オファーを受けて。本当に一人行って、で、フォワードの選手なんですけど、その選手が、
まあ、その選手に結構自分がアシストとか、その選手に対してと一緒にゴールをしたりとか、そういう、シーンが多くて、まあ、結構だから、そのフォワードが抜けたの結構自分にとっても痛くて、で、多分そのフェルダーユナイテッドも、そのフォワードの選手を見てたもんだから、こいつにクロスを上げ、何回も上げてアシストしてるやつは誰だってなったらしくて、で、なんか、まあ、AFC カップっていう大会があるんですけど、まあ、東南でも、結構レベルの高い大会なんですけど、まあ、それの試合をよく見ていたらしくて、で、そこから、その後の試合でも自分が、まあ、いいパフォーマンスを出せてたんで、で、カップ戦が終わるのがもう11月とかだったんですけど、カップ戦が終わった後ぐらいのタイミングで、正式オファーということで、レターが届いて、あと考えてほしいということで、そこから、移籍決めたって感じです。その辺のやり取りってさ、エージェントかましてんの、それとも直接連絡来たりした最初は直接来たんですけど、の？自分も試合とかに集中したかったんで、なので、まあ、エージェントの人にこういうメッセージが来たっていうのを伝えて、で、チームの方にも、エージェントとやり取りしてほしいということで、なるほどね。やっぱこう AFC カップとかね、そういう国際大会って本当に文字通り誰が見てるかわからないし、そうですね。ね、めぐみ選手の場合、そのフォワードにアシストしてる人みたいな感じでの見られ方っていうのもまたね、すごいチャンス巡り合わせだよね。そうですね。で、今季開幕しましたと、開幕いつぐらいにしたんですか？は、3月1日ですね。どう？シンガポールのサッカー環境、シンガポール一部とマレーシア一部、まあ、1、2ヶ月、プレシーズンもいたら2、3ヶ月もいるのかな？なんか違いとか。サッカーをプレイしてて感じるのは、スピード感とかも違ってきてるなっていうのを感じてて、まあ、すべてにおいてのスピードなんですけど、ボールスピード、選手のスピード、あと、まあ、強さとかも結構、外国人選手の強さとかが結構すごかったりとか、めちゃくちゃ足速いとか、体めちゃくちゃ強いとか、そういう面でも、ちょっと違いはあるかなっていうのが、この4試合だけですけど、感じてるっていうのが、それはやりがいあるね。今4試合の戦績ってどんな感じなんですか？1勝1敗2分けですね。今、中間ぐらいの順位です。ね、ここからっていうところなんだけど、まあ今ちょっとね、世界的な動きで、多分仮想できてないと思うんだけど、その辺ってマレーシアの一部リーグの状況ってどんな感じですか？無期限で停止で、今もリーグがスタートするかもわからない状況で、政府のがどういう判断をするかによって、一応リーグ戦もどうしようかっていう状況で、今、どうなるかは本当に何もわかってないっていう状態ですね。いつぐらいからストップになったの？最近？何週間前とか。3月の17日ぐらいから2週間のロックダウンが政府から発表されて、そこから延長でもう2週間ってことで、もう今3週間ぐらいは約何もできないっていう状態です。じゃあ基本自主トレ？基本自主トレですね。家の中で。なるほど。ジョギングとかもできないんで、今。しちゃったらやばしちゃったら逮捕ですね、見つかったら。い。やばいね、それはね。やばいです。もう、現にそういう人もいるので、うわー、マジ。ニュースになってたりもするので、ちょっともう、外でジョギングもできないなっていう条件なので。有酸素系とかさ、まあ、ボール
まあ、使うことできるけど、大きく蹴るなんてできないよね。できないですね、今は。チームとのコミュニケーションは頻繁にあるんですか？わあ、そうですね。一応チームからメニューは出されていて、まあ、それをやってほしいっていうぐらいで、まあ、そのぐらいですかね。まあ、各自、自分たちでしっかり、コンディション落とさないようにということで、メッセージは今受けてるって感じです。サポーターの熱量とか4試合やってシンガポールとマレーシア。ああ、マレーシアリーグは暑いですね。暑いですか。ね、はい。まあ、アウェイで行くときも、まあ、マレーシアやっぱりシンガポール大きい国なんで、国土面積的に。ので、まあ、いろんなとこにアウェイだったら飛行機乗って行ったりとかしなきゃいけないんですけど、まあ、地域によってすごい暑いチームだともう、スタジアムが満席になって、すごい白熱した雰囲気になったりとかっていうのはシンガポールよりすごいなっていうのはそこは感じてます。選手的にはいいよね、嬉しいよね、盛り上がるよね。そうですね。いろいろスタジアムも結構大きかったので、まあこの前で言えばマレーシア王者のチームジョホールっていうチームああ、JDT、はい。試合も知ったんですけど、まあ、その時は、まあ、今の影響で、まあ、無観客試合っていう残感じ念。ですけど、まあ、スタジアム入ったらもう、すごい、いい感じ。めちゃくちゃ綺麗なスタジアムで、無観客試合なのに、もうスタジアムの外から応援歌が聞こえるっていう、おお。結局集まっちゃってるんですよ、だから、まあ、サポーターが来て。ダメじゃんっていうね。まあ、ソウルも、まあ、暑いなって思うところの一つです。今のホームタウンって、首都ケールって上の方にあって、今言ってくれたジョホールバルって下の方にあって、はい。どの辺にあ、ちょうど間ぐらいだったっけ、どの辺だったっけ。自分のチームですか？そうそうそう。は、自分のチームがちょっと特殊で、拠点はクアラルンプール近くにあるんですけど、ああ、そうなんだ。スタジアムはクアラルンプールから2時間半から3時間かけて山奥にスタジアム、でもめちゃくちゃ綺麗なスタジアムがドーンって謎にそこだけあるって感じで、だからホームスタジアム、ホームの試合でもバスで2時間半ぐらいかけて連泊するんですよ。遠いんで。だからホームだろうがアウェーだろうが、まあ遠征になるというか、それはじゃあちょっと移動でのね、自分の体のコンディショニングだね。そうですね。ここが重要ですね、今。今季マレーシア一部、日本人何人いるんですか？は、多分僕だけですね。出ました、唯一の日本人。はい。今のところ聞いてる限りではそうですね。まあ、全部の相手対戦しないんですけど、まあ、おそらく、まあ、十分に一人かなって感じです。結構ブラジル人とか多いような話を聞いてるけど。そうですね。ブラジル人多いですね。他のチームも。そうですなね。るほ南米ど。の選手が多いですね。アルゼンチン人とか。自分のチームにもいるんですけど。ブラジル、アルゼンチン多いイメージです。隣の国なのでね、ちょっとめぐみ選手がやってる間に1試合ぐらい見に行きたいなと思ってるので、はい、ぜひ、見に来早てください。くね、リーグが復活して、またサポーターのためにもぜひいいはプレー見せれるようにコンディション整えて、でまたこのね、新コーナーで終わろうと思うんですけれども、はいはい最後に 5-on-5 という形で5つの質問をさせてもらいます。はいはいはい。それに、5秒以内で答えてもらって、このインタビューの締めでいきたいと思います。わかりました。いきます。はい。1つ目、好きなサッカー選手は？メッシ。ドリブラはい。ー。はい、2つ目、サッカー以外でプロになれるなら？
プロバスケットボール選手です。球技だね。いくね。3つ目。はい。自分を動物に例えるなら。狐？狐ですね。狐なんだ。多分、わかんない。多分、OK。4つ目。はい。人生最後の晩餐を共にしたい人は。家族です。ね、連絡してる？連絡します。はい。もう特にこ偉い。の時は、はい。そうだよね。そうですね。最後いきます。はい。10年前の自分へのアドバイス。すべてにおいてもっと積極的になれって言いたいですね。おお。はい。10年前だから高校生？そうですね。高校生になったばっかぐらいです。はい。もっと積極的になれと。そうですね。なるほど。じゃあここからまた、積極的になっためぐみ選手が見れるでしょうと。はい、頑張りま いす。や、ありがとうございました。ちょっとはまい、たどこかで会えること楽しみにしているので、楽しみにしてます。体気をつけて頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。